おはようございます。おはようございます。今日は厚田区の現場来て、はい、あのシーリングの現場来たらちょうどプランナーもいて、お勉強しに来たんだね今日。声が声が勉強しに来とるっていうで、はい、ちょっとなんか撤去の方はやっぱプランナーで現場の管理やってるんですよ。ちなみに、はいはいはい、女子でまあ今年入ったことね。でまだあの。まあ、今日ちょっとシールの勉強というより、まあ、山口がちゃんと丁寧に教えとったので、あ、そうなんですね、ぜひちょっと見てみたいなと思って、はい、こういうの教えてるな。そうですね、ぜひちょっとどういうのを教えてるかちょっと教えてください、教えてください。お願いします。プッと増えとるのちなみにこれ今普段 LC だもんで窓回りって撤去しないんだけど、これ肉厚がやっぱ取れんもんで撤去してんだよねこれ。あ、なるほど。そういうことだよな。そうですね。でこういう場合はプランナーも勉強で撤去しなあかんよっていう勉強だね。分からなかったでしょこれ撤去するなんて。はい、私は、はい、分からなかった。今分かる。俺だって俺来てこれ微妙に増し打ちじゃないのと思ったら、いや今回は撤去するって言って微妙にないんだよ。結局ここは砂になってるもんで、うん、ここの接着面が取れないんですよね。こっち側、ね、LC 側はこの取れるんですけど厚みが、うん、ここに三角 で、うん、でこっち側の厚みが取れないもんで、まあ、一応撤去した方がサッシとの取り合い、こっちが取れんもんでってことだ。そうです。わ、映っとるかな。映ってます。うん、結局普通だってここはもう増し打ちでいくんですよ、 LC って基本ね。いい、はい、大丈夫です。ここは増し打ちでいくんですよ、うんうん、で普通窓回りって大体増し打ちだと思うんですけど、皆さん塗装するときっていうんで、まあ、今回これ撤去するのは要は結局サッシとの取り合いがちょっとで結局肉厚が取れやもう増し打ちでいいわけ、うん、だけど肉厚が取れんもんで結局撤去して打つわけでしょ。そうですね。ちなみにここは3面接着になっていいのかな、差し回りは。本当は2面接着の方がいいわけだ。いいですね、断然。ボンドブレーカーとか言ってもらって。そういうことだね。そうするとこれは3面になっちゃってるもんね、奥くっついてるで。そうですね、うん、あ、2面の方がいいんだよね。2面の方が、はい、うん、いや撤去でも大変だねこれ、一箇所こんだけ取るのに。そうですねあの今これ取ったんですけど、まあここからここまでも、まあ、全部取るんだよね。そうですね。でもプランナーってここ知ってる？これなんていうか知ってる？なんていうか聞いた？知らない。これだけ材料違うんだわ。ええー、あ、本当ですね。これシーリングだ。確かに。知ってる？これなんていうか。面台水切り。そう、面台っていうのは。でこれ大きい違いはもうこれあれじゃん。塗料ついてるもんで材料が違うんだよね。そうです。ここまでは塗るんで。そうそう、塗るところの材料用とこの塗らんところの材料は違うんですよ。ここは何使うんだ。ここ変性シリコンです。変性シリコン、それはもうあの塗料が上に乗らんっていうか、まあそのまま乗るんだけど、はい、乗らんでも大丈夫だよってことだよね。そうですね。で ここはだってその変性シリコンで打って色もつけるんだよね、はい、黒色の色とかつけて打つってことだよね。基本そのサッシの枠と同じような色に、うん、ああそうかそうか、この色に合わせるとか、はい。で、こっちは薬カッター入れて、うん、こっち斜めに、あー映る、これ映るかな、わかるかな。あー、そういうことね。部分的にこれね、取っとるとかこれね、ちょっとパッと見撤去してあるようには見えるんですけど、うん、結局こっちにシールも、これ分かるかな、あー、分かる分かる分かる、残ってるんで、うん、分かるかな、ね、こっちとの違い。これは全撤去だけど、これはもうカッター斜めに入れちゃっとるわけだよね、結局。そうですね。わかるかな。わかる。はい。わかります。はい。わかります。はい、わかります。声以外登場したよ。今日の材料で、あのね、多分あのもう一個前ぐらいの動画でシーリングの動画でちょうどね、はい、あの現場で撤去したら、それ全部そういうやり方してたやつがあるんですよ、現場でまさに。へー。それ多分あのまあ説明欄かなんかに多分それ貼ってあると思うんですけど。はい。で本当にある。で材料も半分できるし、うんうん、もう作業工程全然違うからさ、うんうん、半分ぐらいの人気でやれちゃうもんね、これだったら。そうですね。で打つのも楽だしね、はい、シュ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 って結局材料代じゃなくて工数が違う。工数っていうのは人間の数、うんうん、それそんだけ少ないやつで打ってシュ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 って打てるじゃん、うんうんうん、だからこんだけ違ってくるもんね。それは全然撤去も全然楽だもんね、はい、じゃ全部取ってくって感じなんですね。そう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 、うん、結構大変だよ、ひたすら取ったのでちょっと早くになっちゃうかもしれない。 いやプランナーさんたちも勉強になりますよね。勉強になるね。なる今結構いいのか、まあ、そんな感じです、はい。まあ、本日は撤去についてちょっとお送りしましたんで、はい、今日はじゃあ撤去窓回り、はい、
通常窓回り増し打ちですけど、はい、あのこれ動画見た人でいやうちは窓回り増し打ちだったんで、まあ、それが普通正解です。うちでも、うん、だからあの今回はちょっと特殊な形でこの撤去っていう形になりますので、あの撤去の動画です。はい、はい、せーの、また見てねー。